なんか今回さ一番年下じゃん、はい、だけど素の自分っつってもその年下の状態で入ったらテラちゃんのキャラは、うん、こうとんがってる部分が消えてっちゃうから、うん、か自分で相談したのか分かんないけど、うん、なんため立ちあのなんため口ため口ため立ちってなんため口でわーっていう部分が、はい、芝居上はそれを結構連呼してるけど日常はすっごい元気がしたの、はい、でもでもだんだんね、あの回を追うごとにね、はい、あのため口がねちょっと自然じゃなくなってきたから、はい、もうみんな途中からさん付けにした。はい、ああ、そうなんですね。ちょっと落ちたんだ、なるほど。ちょっとね、そうなんです。そうそう、あ、じゃあ普段はため口ではなくて、ないよないよ、敬語なんですね。俺は体育会系だよ。そうですよね。ちょっとでも一歳でも年上だったらね、ちゃんとあっって敬語使い、でも結構俺年上の人のため口使っちゃう癖もあるからね。はい、ね、遠藤さんとか言ってさ、うんうん、そうですよねとか言わない。そういうのは言わないね。そうだよね。うんうん、でそういうの気になるのもテラちゃんのキャラだからね。だよね。うん、だよねって。喧嘩したりとかしないんですか。いや前にやったらしいんだけど、俺覚えてないんだよね。あ、そうなんですか。前喧嘩したことあるんですか。居酒屋で喧嘩したんだって。居酒屋で、うん。なんか俺がこうガーって言って、はい、そんなこと言ったらテラちゃんちょっと思ってくれよ。そうそう。出てやろう、出てやろうじゃんって俺出てやったんだ。ちょっと中で外出てこねえ。なるほど、あれ出てこねえじゃんって小学生じゃないかよ、俺は。そういうのある。今回はそういうことなかったんですか。お酒なんかしないの、最近。綺麗な飲み方ですね。でも俺が、立山で飲んでて、はい、もう一軒、みんな帰っちゃったから、もう一軒行かないって言ってさ、はい、いやこれ以上飲んだら俺ダメになっちゃうから、ダメ、行かない、寺ちゃんごめん。すごい。偉くなったでしょ。偉いじゃないですか。自分で自分を手綱が引っ張ってた。あ、おい、遠藤健一大人になったなーって。うるせえな。牽制してたんですね。昔は牽制できなかったんですか。昔は、お父ちゃん行こうで、行こうで、次行こうで、次行こうで、次ちょっと寿司屋でもちょっと払い入れないとか言って。結構自分から行こうで行こうでって言ってたタイプなんでさ。いや、行こうですよ。いや、大丈夫。もう自分で、ね、これ以上飲むと、なんかいろんな意味で、どっかがだらしなくなっちゃうから、もう分かってから、ちゃんとなんか客観視してるのちゃんとそれもね。でも皆さんこうやって今回一緒にこうやって演技ができるってまたこの間は違いましたもんね。なんか本当にそういう一体感が、ね、出来上がってるからね。さっき見てたんですけど、こうみんなカメラ回ってないと結構皆さんの会話面白いですね。なんかうんことか言うんですね。トモロさん好きだからですよ。何でもうんこって。ちょっとたまに下品だなと思う時あるよ。でもなんか、トモロさんがね、やるとね、なんか派手 なんかリアクションとかするんだけど、はい、浮かないのよね。そうだろ。普通浮くじゃない、はい、なんか引いたり浮くじゃない、はい、でこうやって別になんか引いたとか、はい、浮いてるよとか、そういうのはないのよ。自然なのよ、なんかそれは。だから急にとっぴらくやってもスッてフッて戻るからなんだろう、ね。はいはい、自由な自由な感じで、せーの、同時に喋ってみようか。二人でじゃあ同時に喋ってみてください。せーの、うんこ。アイプレイヤーズ。見てね。うんこっていうのはちょっとね、嫌なんだよね。俺が言うと全部。下品だね。ごめんなさい。友野さんの真似しちゃった。